八ヶ岳連峰最北端、コニーデ型の山容をした蓼科山は日本百名山の一座。信州切手の美しい山容は遠方からでも見認できるほど。山頂へのルートは4つありますが、今回は7合目登山口からの実況をしたいと思います。登山口には駐車場がありますが、バスの方もアクセスしやすい蓼科牧場からロープウェイを使って合流する方法を取りました。登山口からしばらく登ると蓼科山荘で2ルートと合流し、あとは馬返しの急登を経て山頂まで登るだけ。岩ゴロゴロの急斜面ですが、絶景を背に登るすがすがしいルートです。行程時間は休憩挟まず4時間半ほど。すがすがしい夏山の典型、蓼科山にあなたもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。蓼科山に行くことにいたしましてですね、汚染水自然公園の中を歩いています。一般の人も歩けない。ここで汚染水自然園について少しご紹介。昭和43年に開園した歴史ある施設。東京ドーム約36個分の面積に300種類の高山植物、50種の野鳥が飛び交う楽園で、園内には40分ほどの散策路も整備され、稜線の滝や汚染水池などの見どころもあります。ゴンドラ降りてから汚染水自然公園の中を抜けて、舗装路を越えて7合目登山口まで行く途中に石がだいぶ混じってきましたね。でもまあほぼ一本道なので迷うとこないですからね。7合目登山口到着です。から入ります。将軍平に向かって、割と緩い勾配ですけど石が多くなってきました。美しい森ですね。ちょいと険しくなってきましたね。ずっと石です。大体同じぐらいの勾配で、そうだな、15度ぐらいかな、20度ぐらいの間ずっと登りです。これで将軍平ってとこまで着くと少し落ち着けるみたいなんですよね。もうちょっとだと思います。天狗の落ちですか、の分岐というか来ました。将軍平はもうちょっとみたいですね。ちょっとね、動く石が重なってる、ちょっと歩きにくい道で、まあ、勾配も急ではないけど緩くはないっていうのはちょっと面と続いてます。今日はね、茅野市街、麓はね35度とかいうような予報が出てましたけど、ここ今およそ多分 2000m ぐらいだと思いますけど、非常に涼しいですね。20度ぐらいですかね、深いかね。だいぶ登ってきました。南アルプスですね。もうちょっとで将軍平だと思います。ちょっ
ない人は雪石が多くて、ね、自分で石を落としそうになるので気をつけてください。山頂直下はね、結構こういう岩ですけど、掴んで登る感じだね。サリバも一部あったけど、あれはね、なくても全然登れるぐらいです。降りるのもいいんだ。ここ遠く見えますね。だいぶ景色が良くなってきました。ちょっと注意です。見えましたね。山頂ですか。山頂ですね。もう気をつけて。ようこそ立て品山頂ヒュッテ。書いてあります。立科山は俗に北谷と称される伝令の一番端にひときわ抜きん出ている峰で、諏訪から望むと完全な円錐形をしているので諏訪富士とも呼ばれ、山頂に近いところでは32度もある。古い本によると浅間山を北岳、立科山を南岳と呼んで、この二山を東信州の名山としている。精神ダメージ受けたってね、さっさと降りますな。そういえばいいですか、バッチはいいですか。バッチは立ってしないもん。ゴンドラのね、乗り場まで降りてきました。下りはね、そのままゴンドラの旅行をね、下山コースで立ってしな牧場まで降りようと思いますが、立てしない山いかがでしたか。ご褒美の少ない山でした。ご褒美少なかったですか。お花は少ないし、景色そこそこ良かった。頂上の景色は素晴らしかったけれども、みちみち景色はほぼ見えず、まあ、冬のスキーの初級の迂回コースという感じですかね。奥には白川湖じゃなくて、あれは女神湖ですね。あれも人造湖です。立科山でしたけど、まあちょっと足慣らしには良かったですね。今日朝早かったので、奥さんちょっと朝いっぱい出てました。睡眠不足でございます。まあそれでもあれだけやれるんだから大したもんだ。じゃあねー。